回は左右の写真で異なる箇所が3つある難しい間違い探しです。制限時間は90秒です。全問正解を目指して挑戦してみてください。それでは早速始めましょう。1問目です。美味しそうなステーキの画像です。3箇所の間違いを探してください。答え合わせです。まず一つ目は、ここのステーキのレアの部分が焼けていました。二つ目は、お皿の模様が一部消えていました。そして三つ目は、ここの影が消えていました。見つけることができましたか？2問目です。一畑電車の画像です。それでは3箇所の間違いを探してください。答え合わせです。まず一つ目は、この A が一画増えていました。二つ目は、車体の上のここが長くなっていました。そして三つ目は、ここの窓の向こうの柱が消えていました。これは難しかったでしょうか？3問目です。山道からの景色の画像です。
3箇所の間違いを探してください。答え合わせです。まず一つ目は、ここの影が消えていました。二つ目は、この屋根が横に伸びていました。そして三つ目は、ここの雲の形が変化していました。気づきましたか？今回は視聴者様から投稿していただいた写真を使用しています。クイズッキュンでは間違い探し用の写真を募集しています。サンウィンのホームページから LINE のお友達登録をして簡単に投稿ができます。皆様の素敵な写真をお待ちしていますね。詳しくはサンウィンのホームページをご覧ください。4問目です。おしゃれなお豆腐の画像です。3箇所の間違いを探してください。答え合わせです。まず一つ目は、この茎が長くなっていました。二つ目は、フォークの先端が消えていました。そして三つ目は、赤いマットの面積が増えていました。これは簡単でしたか？五問目です。ショッピングセンターのイルミネーションの画像です。3箇所の間違いを探してください。
せです。一つ目はこの転職が増えていました。二つ目はこの広告が増えていました。そして三つ目は木の枝のイルミネーションの一部が消えていました。すべて見つけることができましたか？おまけ問題です。夏のジュースの写真です。3箇所の間違いを探してください。タイムアップです。この問題の答えはクイズッキュンの過去の動画で見ることができます。概要欄に URL を記載していますので答えをチェックしてみてくださいね。以上で問題は終了です。いかがでしたか？3箇所を90秒で全部探し当てるのは難しいですよね。他の動画の問題にも挑戦してみてください。コメントや高評価をお待ちしていますね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。